静岡市歴史巡り町話。今日は静岡市役所本館を訪ねます。静岡市の中心市街地に立つ静岡市役所。昭和9年に完成した静岡市役所本館は、海外でも活躍した静岡県出身の建築家中村義平によって設計されました。近代庁舎建築の貴重な遺構として、平成8年に東京大学安田講堂などとともに日本で最初の登録有形文化財に指定されました。外壁は象牙色のタイルを基調にテラコッタが多用され、鉄筋コンクリート造り4階建ての建物の上に2層の塔があります。通称青い塔とも呼ばれている塔の上はモザイクタイル張りのドームになっています。中村義平はこの庁舎にスペイン風を基調とする様式を採用し、市の王冠としての意味を担うものとしてドームを配したとされています。市役所としての機能は、昭和61年1986年に完成した新館に移されていますが、現在もこの本館にある議場で静岡市議会の本会議が行われています。議場に足を踏み入れると、天井のシャンデリアや数々のステンドグラスに歴史と風格が感じられます。玄関ホールでは石の柱の中に化石を見ることができます。アメリカやフランス、イギリスなど17カ国90余りの都市の建築を1年かけて見て回ったという中村義平の願いは、多くの人たちに使われ、長く残る頑丈な建物を作ることでした。その願い通り、静岡市役所本館は静岡大火に、静岡大空襲にも耐え、現在もその姿を残しています。静岡市歴史巡り町話、今日のお話はこれにて。今も現役の静岡市役所本館、大切にしていきたいですね。